先週木曜日の地震の影響で車両が脱輪し運休が続いていた日暮里トネリライナーは、今日の始発から運転を再開しています。日暮里トネリライナーは7日の地震の影響で走行中の車両が脱輪しました。車両の高架からの撤去や路線の点検・修理のめどが立ったことから、東京都は今日の始発から前線で運転を再開しました。 地震の影響で複数の車両で修理が必要なため、午前7時から午前10時の間は通常ダイヤよりも1割程度少ない本数で運行するということです。始発から午前10時までは路線バスなどで引き続き振替輸送を実施します。